はい、どうも皆さんこんにちは、 SEO 大好き人間グミです。はい、ということで今回も SEO ね第20話について、まあ、感想を交えつつ、まあ、振り返っていきたいと思うんですけど、まあね、毎回ね本当に言ってるんですけども、今回も、神回でしたということで早速行ってみましょう。で、まあ、はい、前回ねアリスのところにこうキリトがたどり着いたってところで終わったんで、まあ、今回はそこからでたどり着いて、で、まあ、ボロボロに、まずねボロボロになったドラゴンを、まあ、まあ天命がねつきちゃう前にその卵状態に戻してあげたのかな、まあ、そんな感じでやって、でそしてアリスと、まあ、アスナはね果ての祭壇へと向かっていき、まあ、時間稼ぎのためにキリトがガブレールと戦うっていう感じで、でまあ、キリトと、まあ、ガブリエルが戦ってるんですけど、さすがにガブリエル激強で、まあ、キリトも押され気味と、で案の定ね下半身も吹っ飛ばされちゃう、いやめちゃくちゃ痛そう、てかこの世界えぐくないですか。もうリーファとかもえぐかったし、シノンも足吹っ飛ばされちゃうし、でもうキリトも下半身吹っ飛ばされちゃうし、もう痛々しい。で、まあ、吹っ飛ばされてもうそれでもピンチなんですけど、もうさらにねなんかガブリエルがもう私はまだ変身を残していたのだよみたいな感じで、もうふーんっつってね、もう変身なんかあのオープニングのあのアリシゼーションって映るところのあのキリトと戦ってる出てくるあの化け物が出てきたんですけど、いやもうこれもどっかで見たことあると、いやもう本当にどっかで見たことある、あのグレンラガン、もう前回の仁王、腕組み立ちからこう、グレンラガンが想像できるってなったんですけど、敵も本当にグレンラガンのあの、アンチスパイラルさんが出てくると。もうこれはアンチスパイラルと螺旋族の戦いだったんですね、本当は。うん。で、まあその、アンチスパイラルになってもう、キリトがピンチって時に、やっぱりね、来てくれるんですよ、ユージオさんがね。いやー、本当に、この二人。のこの絆もう素晴らしい、もうユージオとキリト、おお本当に最高のね、うん、コンビです。でまたユージオに勇気づけられて戦いに行くキリト、でそして発動するリリースリコレクション、いやーだって剣2つ持ってるからね、本当にどっちのリリースリコレクションも発動するなんてね、もう強すぎって感じですよね。でリリースリコレクションで青バラの方でこう相手を拘束して、で夜空の剣のリリースリコレクションが発動、で発動した夜空の剣のリリースリコレクションで、まあ空がね夜空にファーってなってて、で今度はみんなのところにねこう場面が行って、みんなこうキリトのねもう頑張ってっていう願う気持ちがこうねなんか星空というか星に、みんなのね思いが星になっていって、でもうね本当にもうアンダーワールド中全員の気持ちがもう星になって、その思いを一つにしてもうキリトに全部集まって、でキリトがもう覚醒って感じですよね。もう足も生えて、もう目もあの黄色になって、限界を超えた黄色になって、さあ行くぞガブリエル。いやーもうこの時のキリトかっこよすぎません？もういやーすっごい、かっこいい、本当にかっこよすぎましたねこれは。でキリトがガブレールに向かっていく時に、周りにねあの暗黒騎士、あのベクターにやられちゃった暗黒騎士、男の人と女の人で、そしてベルクロリ様、アドミン、そしてカーディナルのみんながキリトの背中を押していく、いやー素晴らしい演出、熱い。でそのみんなの思いをねこう乗せつつ発動するスキル、ソードスキルがもうねスターバーストストリーム、はい来ました。いやーやっぱりもうキリトと言ったらこの技、いや初めてねあの第1期のあの青目の悪魔の時にスターバーストストリームを発動したあの記憶はもうねほんと忘れられないですよね、かっこよすぎた。今回のも半端ない、もう作画がもう最高なんですけど、もうねこれ映画ですか、いやもう本当にこれ映画ですかって感じでしたね。いやー素晴らしい、本当素晴らしいしか出てこない。でスターバーストスリームでこう向かっていって、最後の16連撃目、ここちょっとね間が空いちゃうんで、その隙にこう左腕がねガブリエルにこうバーンって弾かれて、で青バラの剣が落ちて、ここまでかってなった時に
で出てくるユージオ、もうやばいっすよ本当にね。もう泣くしかないですよ。だってユージオまた出てきてくれるんですよ。もう最高で、今だよキリトって言ってね。で16連撃目は外れたけど、もう一個キリトの夜空の剣能で17連撃目が見事ガブレールに命中。いやーかっこいい、その一言。てかもうさっきからかっこいいしか言ってない。で深くね思いっきりこうガブレールのこう肩からこう剣が入って刺さってるんだけど、ガブレールがお前らの新勢力というか思いの力を全部吸い込んでやるって言うんだけど、キリトがねここでできるものか、人の心の力をただ恐れ怯えているお前にって言ってね、吸収しきれずまたねあのアドミニストレーターと同じような爆発でガブレールがバーンってね、で弾け飛んで、でその瞬間に空にこうなんかコードみたいなのがバーって広がってって、でみんながこうログアウトしていって、まあキリト勝利って感じですね。いやーやっぱさすがキリト、いやさすがキリトというか、もう今回はキリト&ユージオの大勝利で、もう最高でした、神でした。で戦いは終わって、でキリトがこう浮いてる時に、まあ、さよならユージオって言ってね、本当にありがとうユージオ、お疲れ様。もう最高の場面で出てきてくれたっていうか、もう本当ユージオがいなかったらもう勝利はできなかった。もう本当にねユージオが最高のもうコンビでした、お疲れ様でした。でまあ他のみんなはログアウトできたんだけど、あとまあそうアリスをねログアウトがちゃんとできたかを確認するためなのか、まあ、果ての祭壇にキリトを向かっていって、でまあ誰もいなかったから多分ちゃんとログアウトできたんだろうと思ってね。でこれから200年かーって言うんだけど、やっぱりねそこからみんなごめんって言って泣いちゃうんだけども、さすがにっていうかもう本当に耐えられないですよね、一人で200なんて絶対無理ですよ。でも悲しんでるキリトの目の前に現れるアスナ、いやーアスナ残っててくれたんですね本当に。本当にね、でも2人でならもしかしたらいけるかもしれないけど、自らねそんな200年も残ろうなんて本当は思わないですよね。やっぱりこの2人のこの愛の力、これがね本当に素晴らしいと思います。でキリトくんって言って、でアスナで終わるんですけど、今回はそこで終わり、第20話でしたってところなんですけどね。いやーまあちゃんとガブリエルもねキリトとユージョの力で倒して、でみんなもログアウトできて、でアリスもね奪還というかログアウトできて、もうハッピーエンドって終わりにして欲しかったんですけど、まあ、ここから200年アスナとキリトはあの中に残されると。いやーでも本当にね、あの前の話で菊岡さんがあのさすがに200年はその人間寿命をはるかに超えてるから、戻ってきてその記憶を消去しても本当に復帰できるかどうか厳しいって言ってたんですよ。なんでねそのキリトとアスナのこの愛の力、いやもう愛の力とか言っちゃってるんですけど、もうこの2人の愛の力でまあ乗り越えて、で本当にねハッピーエンドで終わらせてほしいですね。もうあと4、5話多分24か5話ぐらいなんで、あと4、5話あるんですけど、まあ、そこで、まあ、現実世界の、まあ、ログアウトした人たちの、まあ、話をしたりって感じですかね。であとはキリトたちが戻ってきて、まあ、大断言っていうのを期待したいです。ということで今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。 SAO 好きな人や、まあ、この動画がねちょっとでも良かったと思った人はチャンネル登録、あとは、まあ、コメントとかもよろしくお願いします。はい、また次はねその21話の感想動画も上げたいと思いますし、また他にもねゲーム実況とかやってるんで、よかったら見てってください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さらなばー。